戦国時代の人々は今よりも身長が低く、だいたい平均身長は157センチくらいとされています。しかし中には2メートルを超す武将もいたとされています。そこで今回は武将の身長ランキングトップ10を紹介します。第1位、三浦義興、227センチ。相模の大名で北条早雲によって滅ぼされてしまった人物。最後の牢城戦では3メートル以上もの金棒を振り回して戦いました。この金棒によって500人以上を撃破し、周りに敵がいなくなると自ら首をかき切って亡くなったと言われています。第2位、曲がら直隆、220センチ。越前の大名朝倉義景に仕えた武将。175センチもある太郎たちという刀を振り回して戦った豪傑。姉川の戦いでは短期で徳川軍に攻め込んだり、徳川家康の重臣本多忠勝と一騎打ちを繰り広げたりと大活躍しました。第3位、風魔小太郎、216センチ。関東の大名北条家に代々仕えた忍者風魔小太郎。最も有名なのが五代目風魔小太郎。風魔小太郎は目や口が裂けて牙が4本出ているなど人間離れした容貌だったといいます。第4位、斎藤義達、197センチ。美濃の大名斎藤道三の長男。道三の子として扱われていましたが、実際には美濃の死後時より秋の息子と言われています。結局義達は父道三を信用することができず、長良川の戦いで討ち取りました。義達は馬に乗ると両足が地面についたと言われています。第5位、豊臣秀頼、195センチ。天下人豊臣秀吉の長男。徳川家康に最後まで抵抗しましたが、結局大阪の陣で敗れてしまいました。父秀吉は小柄であるにもかかわらず、秀頼は大柄であったことから当時から淀君の隠し子ではないかと噂されていました。秀頼は2メートル近くもあって体重が160キロを超えていたとのこと。第6位、藤堂高虎、190センチ。徳川家康の家臣で城造りの名人。戦国時代は実力だけがものを言う世界だったため、高虎は生涯10回も主君を変えています。江戸城の修築を任せられ、家康から非常に信頼されていました。第7位、柴田勝家、185センチ。織田信長の重臣で豊臣秀吉に対抗した武将。独身を貫いていたが、信長の妹お市の方を妻としました。そして織田家再興を試みましたが、豊臣秀吉に攻め込まれて敗れてしまいます。第8位、真田信幸、185センチ。真田幸村の兄で徳川家に仕えて真田家を存続させた武将。関ヶ原の戦い以降、徳川家康に仕えて父正幸と幸村の助命を嘆願しました。さらに信幸は93歳まで生きたご長寿武将でもあります。第9位、前田利家、182センチ。織田信長の家臣であり豊臣秀吉の親友。豊臣秀吉政権下では秀吉のことを支え、徳川家康の対抗馬として活躍し、加賀百万石の礎を築きました。前田利家は6メートルもの槍を振り回して戦ったから槍の又座と言われました。第10位、直江兼続、182センチ。上杉景勝の重臣。上杉景勝の右腕として活躍し、関ヶ原の戦いでは石田三成と協力して徳川家康に対抗しました。関ヶ原の戦いに敗れた後は会津120万石から米沢30万石に移るも、うまく内政をコントロールして米沢藩の礎を築きました。直江兼続は背が高かった上に容姿も良かったとされています。
では最後に戦国武将の身長ランキングワースト3も紹介します。第1位、山形正景、135センチ。武田信玄に仕えた重臣、武田家の中でも最も強い部隊を率いていた武将であり、正景を見た敵軍は信玄の小男が出たぞと恐れたといいます。また山形隊は部隊を赤い色で統一した赤備えで、真田幸村や井伊直政はこれを見習って真似したと言われています。第2、豊臣秀吉、140センチくらい。農民の生まれでありながら天下統一を果たした天下人。秀吉は小柄だったようで、ハネネズミとバカにされていました。第3位、池田輝政、140センチ。世界遺産姫路城を築いた武将、豊臣秀吉に仕えていましたが、石田三成と反りが合わず、関ヶ原の戦いでは徳川家康に味方しました。このことが認められて、播磨姫路52万石の大名となっています。輝政は身長が低いことを気にしていたようで、福島正則にバカにされると、私は身長が低いが武功がある、知る人は知る、身長が高いから偉いものでもないと対抗したといいます。いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。